目、目、目は光を受容する感覚器である。光の情報は目で受容され、中枢神経系の働きによって視覚が生じる。人の目は感覚器系にあたる眼球と付属器、神経系にあたる視神経と動眼神経からなる。眼球は光受容に関連する。角膜、動向、水晶体などの構造は光学的役割を果たす。 網膜において光は神経信号に符号化される。視神経は網膜からの神経情報を脳へと伝達する。付属器の内眼鏡や涙器は眼球を保護する。外眼筋は眼球運動に寄与する。多くの動物が目に相当する器官を持つ。動物の目には人間の目と構造や機能が大きく異なるものがある。以下ではまず前半で人の目について 後半では、動物全体の目についてそれぞれ記述する。目は眼下に位置し、眼球、視神経、付属器からなる。眼球は、外壁、眼球壁と、内容ものからなる。外壁は三層構造をなし、災害層で血管が少ないため白く見える。外膜、繊維膜は、全部一、六にあたる強く湾曲した屈折を担う角膜とその、外周にあり後、 膜からなる。中間層は眼球血管膜、俗称、ブドウ膜と総称され、カメラの絞りに相当する膜上組織であり、中央に銅鉱と呼ばれる開口部を持つ交際、中に筋肉を持ち水晶体を支えたり引っ張ったりする毛葉体、メラニン色素を多く含み、光の乱反射を防ぐ脈絡膜からなる。災害層は神経性網膜と、 色素上皮からなる網膜がある。網膜は、後半部に受けた光を、神経の興奮状態に変えて、視神経に伝える役割を持つ、網膜支部と、前半部の光を感じない、網膜毛部がある。この境界には、ノコギリ上円という。また、眼球奥にも視神経につながるためくぼんだ、箇所、視神経円板、視神経乳頭があり、光を感じない。 この場所から約 4mm 外側には、中心下と呼ばれるくぼみがある。ここは、視力が最も高く発揮される場所であり、物を凝視する際の焦点として使われる。眼球の内容物には、直径約 1cm の弾性を持つ、トッツレンズ状組織である、水晶体、無色透明なゼリー状で眼球の形状を支える、ガラス体、眼圧を調整する液体の目防水がある。 角膜と交際の間を全眼棒、交際と水晶体、ガラス体の間を後目棒と呼ぶ。目棒水は、毛様体の上皮で分泌供給され、胸膜静脈道、シュレム管から排出されて静脈に貫流する。視神経は、網膜神経節細胞の軸作である。視神経は視神経乳頭から視光債へ向かう。視神経は、 死行最高では死作となり、外側室状態、上岡、死行左上角などへ向かう。視神経は視神経症に包まれる。視神経症には、網膜中心動脈、網膜中心静脈なども包まれる。眼球の外側には付属器がつく。眼圏は、眼球の前方に位置する折りたたみ可能な上下2枚の、ひがで眼球の保護をする。内側は、 血管と神経が張り巡らされた血膜があり、この箇所は感染症を起こしやすい。内部にはメリスジと結合組織からなり、眼球とまぶたの摩擦を低減する脂肪性ものを分泌するマイポーブ線を一列に備えた鍵盤がある。涙気には類腺と多数の類像がある。平時には少量の涙を分泌し眼球の乾燥を防ぎながら、 時には多量の涙を流すこともある。通常では涙は、目頭の方へ集まり、涙こすがから、微根部にある涙の、そして鼻涙感を通じて鼻空に落ちるようになっている。筋肉、眼筋は、眼下の中にあり、眼球を動かす黄門筋である。六本の内上直筋、下直筋、内側直筋、外側直筋の四本は、直筋群と呼ばれ、 眼球前方の胸膜と連結して、眼球をそれぞれが収縮する方向に蹴る働きを持つ。残りの上射筋、下射筋は同じく眼球をある方向に向ける役割を担うが、その末端は下射と呼ばれる腱とつながっている。目を栄養する主要な動脈は内形動脈の枝である目動脈の分子である。網膜中心動脈は視神経管を通り、 網膜の内面に分布する。単語毛様体動脈は視神経の近くで胸膜を貫いて脈絡膜に分布する。眼腱や外眼筋には目動脈の分子の他に外形動脈の枝である顎動脈、浅側頭動脈、顔面動脈などの分子も分布する。目の主要な静脈は目静脈である。目静脈は上目静脈と下眼静脈を受ける。 網膜中心静脈は、網膜中心動脈を受け、上目静脈へ注ぐ。脈落膜や網腰体に分布した血液は、渦静脈となり、上目静脈へ注ぐ。目静脈は、海面上脈道へと注ぐ。網膜の特に広報くは、眼底といい、動向を通じて検視鏡で観察できる。ここは、人体において、直接に血管を見ることができる。 唯一の場所であり、動脈硬化など、血管の診断に利用される。視神経は、網膜神経節細胞の軸作である。視神経は、視神経口で思考差を作り、外側室状態や上、を回と投射する。三叉神経第一枝の目神経の枝である、類線神経、眼下上神経と滑車上神経からなる、前頭神経、滑車下神経は、眼鏡や、 角膜の近くに寄与する。超毛様体神経は毛様体と交際の近くに寄与する。眼犬の筋のうち、上眼犬虚筋は動眼神経支配、メディン筋は顔面神経支配の黄門筋である。腱板筋は交換神経支配の平なめ筋である。それぞれの筋は眼犬の運動に関与する。眼犬の運動には前頭筋も関与する。 内眼筋は、毛様筋と、交際筋からなる。毛様体筋は、動眼神経支配であり、毛様体神経節からの単毛用体神経により、支配される。交際筋の内動向活躍筋は、動眼神経支配、動向三大筋は、交換神経支配であり、瞳孔径の変化に寄与する。下斜筋を除く、外眼筋は、総剣輪を騎士として胸膜に停止する。 下斜筋は眼下全部底から起死する。上直筋、下直筋、内直筋、下斜筋は動眼神経核から出る動眼神経支配である。上斜筋は滑斜神経支配である。外直筋は外転神経支配である。動眼神経の内動眼神経副核由来のものは副交換神経性であり、毛様体神経節を経て単毛様体神経となり、 毛様体筋と動行活躍筋に分布する。三叉神経、第二枝の上額神経からは、翼郊外神経節を経て類線へ分布する、副交換性の枝が出る。目を構成する組織のうち、角膜の外層と水晶体は、外肺葉由来である。毛膜、視神経は、神経外肺葉由来である。胸膜、脈絡膜、毛様体、 角膜の内装は中肺用及び神経体由来である。目元気は体制第二周に神経管の全脳から形成される。全脳のこの領域は将来の肝脳となる。目元気は外側に拡張し、第三周に眼法となる。眼法の内部は将来の第三脳室と連絡する。眼法は周囲を肝要組織に取り囲まれ、将来の視神経症となる。 第四週には、岩砲の先端部が観音し、二重壁を持つ岩灰と、二重壁を持たない目形となる。岩灰の前面に位置する、外廃用が観音して水晶体化となる。水晶体化は、最終的に表層から完全に分離して、水晶体方となる。水晶体方の後面と岩灰の前面との間には、一時、ガラス体が形成される。 水晶体方の後面には一時水晶体繊維が形成される。一時ガラス体は二時ガラス体が生じると退縮する。眼灰の副側面と目径に溝ができ、これがつながって眼灰列となる。眼灰列は肝腰と眼灰を連絡する。眼灰列にはガラス体動腸脈が含まれる。ガラス体動脈は目動脈の枝であり、水晶体や 眼杯の内部の組織を栄養する。ガラス体動脈は、その後、網膜以外への枝を失い、網膜中心動脈となる。眼杯列は、その後、眼杯と目形に取り込まれる。最終的には視神経の軸索に取り囲まれる。眼杯の内壁では、神経細胞への分化が生じ、神経性網膜となる。外壁は、メラニン色素を含む、網膜色素上皮となる。 内壁と外壁はもともとは、第三の室と通じる空により隔てられていたが、徐々に空は強小化し、最終的に消失する。眼配の内壁は死細胞などの細胞へと分化する。神経節細胞の軸索は、目形の壁内を進む。繊維が増大するにつれて、目形の内空は強小化して、内空のない死神経となる。関用組織は眼配を取り囲み、 二層の構造を生じる。外層は胸膜、内層は脈絡膜を生じる。胸膜は鉱膜と脈絡膜は軟膜と雲膜と相同である。水晶体が形成されると、岩泡を取り囲んでいた汎葉組織は水晶体と体表との間に侵入する。後にこの部位の汎葉組織は前後の二層に分かれる。前層は角膜固有質となり、 角膜の内装となる。五層を全眼望の中皮と呼ぶ。両者の間は将来の全眼望となる。全眼望の中皮の水晶体に接する部分は後に崩壊して水晶体の間に感激を生じる。この感激は将来の後目棒となる。全眼望の中皮の残存層は動向膜となり後に先行して動向を生じる。猛葉体は 眼灰と周辺の脈絡膜により生じる。盲腰体色素上皮は盲膜色素上皮と連続する。盲腰体無色素上皮は神経性盲膜と連続するが神経細胞は存在しない。角膜の内層は全眼房の中皮に由来し中肺葉由来である。角膜の外層は体表外肺葉に由来する。 眼杯の前縁とその周囲の関与は、眼杯の内側へ進出して、水晶体を部分的に覆う。このことにより、交際を生じる。交際筋は、神経底由来の平な目筋である。交際の血管や結合組織は、関与由来である。外眼筋は、関与から生じる。上眼腱虚筋は上直筋から分かれて生じる。 光は角膜により屈折される。次に動向を通過する。次に水晶体により屈折される。最後に網膜へと投射する。角膜の屈折力は 40D 程度である。これは水晶体の屈折力20から 30D よりも大きい。角膜の屈折力が大きいのは角膜が屈折率の差の大きい空気と境界を成しているためである。 角膜の屈折力は大きいため、角膜の障害により視力は大きく低下する。瞳孔径は2から8ミリメートル程度の間で変化する。瞳孔径の変化は交際を成す交際筋の作用による。瞳孔径の変化は光量に依存する。交彩の色はメラニン色素により決まり、個体差がある人の交際の色。 水晶体の屈折力は20から 30D 程度の間で変化する。水晶体は、盲腰体筋の働きによって厚みを変化し、屈折力が変化する。この作用を調節と呼ぶ。調節機構の説明としては、盲腰体後尾の緊張により、水晶体の周囲が圧迫されて調節されるとする、緊張節と毛様体筋の収縮により毛様体、交尾が弛緩し水晶体が、 休憩に近づくことで起こるとする士関節に分かれる。眼光学系はカメラに例えられることがある。角膜は単焦点レンズ、瞳孔は絞り、水晶体は可変焦点レンズ、網膜はフィルムに相当するとされる。しかしながら、眼光学系の各々の屈折面では明確な光軸は定義されない。また、各々の屈折面における近似的な光軸は互いに一致しない。 さらに、中心下や動向の中心は、近似的な光軸上には位置しない。このように、眼光学系は、カメラのような強軸光学系とは異なり、非強軸光学系である。網膜において光需要がなされる。すなわち、眼光学系を通じて網膜に投射された光は、網膜において、神経信号へ符号化される。網膜からは視神経が出て、神経信号を、 外側質状態や上、おかえと伝達する。眼犬は眼球を物理的に保護する。また、瞬目により、結膜表面に類液を分布させる。涙気は、類液の分泌と除去に関わる。類液には、リゾチーム、ラクトフェリン、免疫グロブリンなどが含まれる。少なくとも、人間の場合に、目は表情を構成する重要な要素であり、 視覚的な個体感の情報交換、いわゆる非言語コミュニケーションの大きな部分を担っている。日本語では、目は心の窓、目は口ほどに物をいい、という表現がある。また、目が泳ぐ、目が座るなどの表現も、目の感情表現における役割を示すものである。目と目を合わせることを、アイコンタクトという。さらに、人の場合は、まぶたの間から交際より、 外の白目の部分が見えること、その上に眉毛があることは独自の特徴で、これらは目の作る表現の幅を広げ、強調する役割を担ってもいる。また涙も単に目を洗浄する役割以上に感情と強い結びつきを持つ。水晶体が濁って起こる、白内障や網膜神経節細胞が死滅する、緑内障、網膜から神経網膜が剥がれる、 網膜剥離、血膜にできる炎症である、血膜炎など、目を幹部とする疾患は数多く存在する。特に眼球部分を幹部とする疾患の場合、症状の進行によって失明することもある。目を扱う医学の診療、研究分野は、眼科学と呼ばれる。また、目において、屈折異常が起きると、近視や乱視、遠視などといった症状が現れる。こうした、 屈折異常を根本的に治療することは困難であるがメガネやコンタクトレンズといった強制器具を使用すことでほとんどの屈折異常は生活上問題のない程度まで症状を緩和することが可能である。眉毛と目の組み合わせを左に90度を回転させると銃に見えることから毎年10月10日は目の愛護デートされており 眼界などが目の移動などの早期受診などを呼びかける啓発行事を見している。同様な理由で1001イコール10月1日はメガネの日となっている。動物の目は発生期限が皮膚の表層部である表皮であるものと中枢神経系である脳の一部から生じるものの二つに対別できる。無脊椎動物の目は皮膚由来であり、脊椎動物の目は 脳由来である。原生生物のミドリムシは、鞭毛器部に観光部を持つ。多細胞生物のうち、光に応答するが、光を受容するための特別な構造を許さない、動物は、体表の細胞に観光性色素を持つ。これらの構造は、光受容のために分化した構造ではない。最も原始的な目は、関係動物であるミミズのような明暗を感知、するだけの、 平安子が可能なものが体表面に分布する形態のものである。このような体の各部に分布する目は、三在性四角器、三在性四角器と呼ばれ、耳ミミズでは、表皮の表皮細胞の間に、単独の脂細胞が、まばらに分布している。耳ミミズの光受容性表皮細胞は、例外的に光受容膜に類似した、微重網を持つ、脂細胞が集まったものが、目点、眼点である。 メッテンは、体表の死細胞が色素を含んだ、支持細胞に裏打ちされることで、網膜を形成するが名誉暗視だけが可能であり、光の方向は判別できない。校長動物のクラゲや変形動物のプラナリアなどがメッテンを持つ。プラナリアや軟体動物のホタテガイなどごく詳の、無脊椎動物では視神経が、光の入射側になる、施工性がであり、 これらは無脊椎動物の目としては、例外的である。死細胞と死持細胞からなる、網膜組織が体表面から緩応し、肺状となり、レンズを備えない構造を形成したものが、肺状眼、肺状眼である。肺状になることで、光の入射方向を判別できる。複足類のカタツムリや、カサガイなどが、サカズキ状眼を持つ。肺状眼では、 光の入射方向の判別精度があまり高くなく、杯の入り口が狭くなって穴となったものが過剰岩、過剰岩である。肺上岩でもコロイド状分泌物でオーブを満たすものもあるが、過剰岩でも穴となった内部にガラス体を備えることで性能を高めるようになっている。過剰岩では網膜へ光線を絞って投影できるが、 光の入射口が狭く多くの光を無駄にすることになる。光を屈折させる専用のレンズである水晶体を備え、前面にはそれを保護する角膜を持ったものが水晶体眼である。無脊椎動物としては、ホラガイのような貝類から水晶体眼を持つようになり、脊椎動物の目も水晶体眼である。イカやタコといった、 頭足類の目は無脊椎動物の中でも特に発達した水晶体岩であり、脊椎動物の目と形態がかなり似るまでに進化を遂げているが、発生過程では目の組織が表皮から生じるため、眼胞と呼ばれる目の組織が表皮細胞から分化して生じてその前壁部分が厚みを帯びて水晶体後半となり、表皮細胞から再びせり出して、 眼法を覆った部分の中央が外側に向かって、膨らみ水晶体前半なる。等足類ではこれら二つが融合して水晶体となる。ただし他の大多数の無脊椎動物の目と同様に、石膏性眼、イコール反転眼ではない。発生においては無脊椎動物の目は、すべてが、表皮由来であるが、脊椎動物の外側眼は、網膜組織と色素上皮層の二層構造などが、 脳由来であり、角膜の外装と水晶体が表皮由来である。脊椎動物の頭頂眼は脳由来の網膜だけの一層構造である。また、脊椎動物の外側眼は施工性眼、反転眼であり、視神経乳頭による盲点があるが、頭頂眼は反転眼ではない。目を形態で大きく分類すると、単眼、複眼、カメラ眼の三つに分けられる。 光需要細胞が、杯状の構造を形成し、その外層にレンズを備える構造を単眼と呼ぶ。単眼は、レンズと網膜を備えるが、ピント調節や、絞りなどの機能はない。関係動物、多くの軟体動物、節足動物は単眼を持つ。複眼は、個眼の集合体である。この個眼がたくさん集まり、半球状に配列されたものが複眼である。 小岩は、外装から個別のレンズ、塩水小体、死細胞層から成り立つ。小岩同士は光を通さない隔壁で分かれている。死細胞層は、蜜チの場合、外部からの光を直接受ける中心の寒ざおと、周囲にやつまみ高受容細胞からなる。光受容細胞は、蜜チの場合、紫外線に最も高い感度を持つもの二つ、青に感度を示すもの二つ、 緑に感度を示すもの四つから成り立つ。レンズを小さくすることで、焦点距離を短くできるため、体のスペースがほとんどない、小さな生物に適した構造である。また、動きを捉えることに適している。その一方で、対象を精細に見る上では、限界がある。画像を捉えるための細胞が、人間では、網膜上に一億以上、ありの上の伝達細胞も、 約100万ある。しかし複眼は、各個眼をそれほど多く備えることが難しく、比較的多いトンボでも数万でしかない。また遠くのものを見る機能にも劣り、昆虫の視力は0.01程度でしかない。カメラ眼とは、ピントの調整を行える可動な一枚の大きなレンズ、または、水晶体、取り込む光量を調整する機能、そして、 網膜のような面積が広い光需要組織を備えた、いわゆるカメラと基本的に同じ構造を持つ目である。これは、大型の動物でも、比較的小さな目で視力を持つのに適し、すべての脊椎動物が備えている。角膜やレンズを持ったことで像を結ぶ点に優れ、さらにレンズを動かす筋肉を発達させたため遠くを見ることでも有利である。また、 軟体動物モントウソクツナのタコやイカは、いわゆるカメラガンを持つ。カメラガンは、ピント調節が可能である点では、脊椎動物の眼光学系に類似する。しかし、網膜の構造や機能は、脊椎動物とは大きく異なる。脊椎動物の網膜は、脳や神経になる体内の層が進化して、形作られたが、タコなどの光受容体は、皮膚層がくびれて体内に取り込まれて、 形成さた。例えば、脊椎動物の死細胞は光に過分極応答するが、イカやタコの死細胞は光に脱分極応答する。魚類の目は、水圧と低屈折率という点で水中での生活に適した構造を備えている。水圧が目の組織を強く押してくるため強固になっている。ある種の魚類は、眼球の胸膜に軟骨や骨を持っている。また、水は、 角膜や水晶体の屈折率に近いため、陸上生物のような目のレンズでは、光線があまり屈折せずに、網膜へ届いてうまく、像を結べなくなる。巨眼レンズという言葉があるように、魚の目は、水中での低い屈折率を補うために水晶体は、レンズ上では済まなくなり、休憩をしている。人を含むほとんどの陸生動物の目は、 遠近のピントを合わせるのに水晶体の厚みを変えているが、魚の目は球状の水晶体でありカメラのレンズがピントを合わすように眼球の中で前後に移動している。遠くのものを見るときには水晶体検因筋を収縮させて水晶体を目の奥の網膜方向へと引き、近くのものを見るときには弛観させて水晶体を目の前方へ戻す。哺乳類のイルカやアザラシ、 そして鳥類でも水鳥は、陸上でも、水中でも良好な視力が求められるが、彼らは柔軟な水晶体を模様体筋で強く引く。ことで陸上では、レンズ状、水中では球状になるよう大きく変形させている。鳥類でもペンギンの目は水中にのみ対応しており、陸上では極度の禁止になって、あまり周囲が見えていない。陸生動物では角膜を、 乾燥や汚れから守るために、まぶたが発達したが、水生動物は、まぶたがない子あっても簡素なものである。両生類は、上下にまぶたを持ち、さらに薄く透明な瞬膜がある。窓科膜は、蝶類も備えており、飛行中はまぶたを開いた、まま瞬膜を閉じて、乾燥から守られ、外を見ることができる。陸生動物は角膜を潤すために、眼下線を持つ。両生類、 爬虫類、鳥類では、ハーダー線が発達している。哺乳類では、眼下線の一つに類線がある。目の型、構造は様々であるが、その配置は、ある程度の共通性がある。ある程度以上の視力を持ち、それに多く頼って生活していると見られる動物では、主要な目を一体、ある程度同一方向へ向けているのが普通である。例えば同じカメラ眼でも、 起源の異なる、脊椎動物と頭足類、複眼を持つ昆虫や、大型甲殻類はすべてこのような配置の目を持つ。両目で一方向を見ることで立体視が可能になり、両目視差を利用することで、距離情報がより正確になる。例を挙げれば、草食動物の馬やウサギは、目の間隔が離れており、視野角が広く、迫り来る敵を察知しやすくなっている。 その反面、ライオン等の肉食動物は、目の間隔が狭く、前方の獲物の距離を正確に認識することができる。クモ類では8個の目が並んでいるが、ハエトリグモのように四角に頼った狩りをするものではに、ガンが特によく発達する例が見られる。小型の動物では、目の位置をできるだけ高くするものもあり、クモ類では、ハエトリグモ類やササグモかなど、 徘徊性に特に適応したものでは頭部が特に盛り上がり、カニ類では目だけが体から上に伸ばされている。水中と陸上では目の働き方も異なる。ワニやカバ、カエルのように陸上生活を行いながら水にたびたび入る動物は目は鼻と共に頭の上部に位置する共通の適応が見られる。また、四つ目魚や水澄ましのように水面にあって、 水上と水中を同時に見る動物では上下の世界をそれぞれ別の目で見る例もある。ツバメなどの鳥類は中心下が二つあり、両目で見た場合の前方一箇所の他に左右の片目だけそれぞれ側方の一箇所がよく見える点がある。遠光類のヌタウナギは光の届かない300メートルほどの海中に適応したため祖先が持っていた目は直径1ミリメートルほどまで 小さくなり水晶体や交際は退化して失われて、控え移動してしまい、明暗を判別できるだけになっている。同様に、洞窟、深海、途中のような光のない世界に適応した動物では、元からあった目が退化してしまったものが多く存在する。目が物を捉える力を視力という。これは、具体的には、空間にある二点を識別する能力であり、眼球の屈折や、 調整能力の低下、または眼球の透過性や網膜の異常、そして視覚伝達神経の不備などがあると低下する。光を捉える目の細胞には明るい場所で働く水体細胞と暗い場所で使われる肝体細胞がある。色を認識するのはこのうち水体細胞であるが全ての色すなわち全ての波長の光を捉えられない。人間の目が 識別可能な波長幅を特に可視光線というが、見えている光の波長は生物によって異なる。すべての目において光を捉えることは、非細胞に蓄えられたオプシンというタンパク質分子が最初に光を吸収することで始まる。このオプシンには複数の種類があり、それぞれ受け止める波長が短い方から、死骸、青型、青型、緑型、赤、 緑型の4種に分けられる。この4種は生物の中で5億年前頃に揃ったと言われる。このうち人類が持つオプシンは波長が青寄りになり420ナノメートル付近に特化した死骸、青型と530ナノメートル付近に特化した赤、緑型、緑、560ナノメートル付近に特化した赤、緑型、赤の2種類3サブイプであり、 四季核は三色型となる。脊椎動物のオプシンを調べると、魚類、爬虫類、鳥類が四種類を持っており、両生類は見つかっていないがこの例にあたると考えられている。特に魚類はサブタイプも多くメダカは八タイプを持つ。ところが進化上で、ほとんどの哺乳類は青型、緑型を失った。これは、初期の哺乳類が主に夜行性だったことが影響したと。 考えられる。さらに、死骸、青型のうち紫外線を見る能力も失うが、例外的に有体類のオポッサムや、月脂類の中には、紫外線を感知する目を持つ者も,もいる。オプシンを失い2種類にサブタイプの色覚2二色型となった哺乳類のうちから、霊長類は進化の過程で、赤、緑型のサブタイプを増やした。これは、主な霊長類が生きた場所が森林であり、 生存する上で物を見分ける際に色が重要だったためと考えられる。中には特殊な例もあり、オマキザルはサブタイプが異なる二色型と三色型が群の中で混在するケースが見つかっている。生物がいつ視覚的な能力を獲得したのかは定かでなく、一説には二十一億年以上前の単細胞生物が光を感知できたというが、定かではない。これは 柔らかい構造である目は化石として残りにくいためである。それでも先カンブリア時代以前から生物は光を捉える表面細胞を備えていたと考えられる。これが爆発的な進化を遂げたのがカンブリア期約5億2000万年前のいわゆるカンブリア爆発である。浅瀬の海を舞台に視力を持てば捕食のためまたは敵から逃れる上で非常に有利に働く。 カンブリア期は目が生存に有利な器官として進化と多様化を進めたと考えられ、これを光水季節という。チャールズ・ダーウィンは複雑な目の構造が自然に出来上がるという考えは合理的でないように思われると述べたが、それでも自説を放棄せず、目も生物は進化の中で獲得したという説を堅持た。 近年のシミュレーションでは、生物の世代交代を1年とした場合、単純な目がカメラ眼に進化するまでに必要な時間は40万年以下という結果も得られた。進化論にまつわる議論の歴史として、脊椎動物の複雑な目の構造のどれか一つでも要素が欠けると正常な視力が得られないと考えられるとし、また最初から完全な状態で作られていなければは、 目たり得ない。すると、自然選択で有利とならないので、目が発生したことが、説明困難とするような説が、繰り返し指摘され、進化論をめぐる難問の一つとみなされてきた歴史がある。上記のように最近では、現実には、各種動物において様々な方の目が見られ、それらの性能も、また多様である。高度なものでは、人と同様かそれ以上の情報を提供するとされる。 ものもあり、逆に簡単な名案程度しかわからないであろうものも、ある、ともされ、完全な目を想定するのは困難であり、また、不完全な視力では役に立たないとの論旨も根拠を持たないと言える。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。